かまじますです。しゅんです。田島しんちゃんです。今回もアンダー20日本代表大友選手が来てくれました。どうす、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、田島までということで、今回その大友選手が来てくれたので、夏にいろいろフォアハンドのストロークとか、まあ、ロビングとかやってもらったんですけど、バックハンドストロークの引っ張りをちょっとやってもらってなかったので、でも前衛で一番使うのってレシーブでバックの引っ張りだと思うんで、今回ちょっとそれを教えてほしいなと思います。はい、お願いします。え、やってくれるの？はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで、まあ、フォアよりもバックの方が狙われるので、それをちょっと頑張って解説できたらなと思います。頑張れ。ありがとうございます。じゃあ今回は大友選手のバックハンドストローク引っ張りバージョンやっていきたいと思います。はい、レッツゴー。ありがとうございました。どうでしたか、もう頭回ししてて。いやー、蘇った夏の曲が。音ね。大友演奏会。なんてなんてなんて。なんてなんて。大友演奏会。あ、大友演奏会ね。カタカナかと思った今。漢字ですよ。漢字だね。あ、もうね、言っていい ?3 文字で。言っていいっすよ。3文字だよ。3文字言ってください。レベチ。
でも本当すごいいい音が鳴ってて、それは本当。で僕あの反対側で球拾いしたんですけど、速いですねやっぱり球。やっぱそうなの。フルスイングに見えないんですけど、球はめっちゃ速いんですよね。なんかこう伸びてくるというか。だから、ね、ちょっと細かいことはあの解説を見てもらえば分かると思うんですけど。いや一言言わせて、はい、ぜひ生で聞いてほしい。また言うわこれは。オートマ演奏会。オートマ演奏会。ぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください。オートマ高速曲第。はい。インタジミで。タジミで。やりたいと思いますんで、またよろしくお願いします。お願いします。バックハンドはレシーブなのでよく使うので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこの動画いいなと思ったら、ご視聴ありがとうございました。ちゃ、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 確かに、確かに。あの、マスとかね、マスとかね。マスしかないし。お、びっくりした。使える、使える、使える。はえ。予想外の入ったね。あ、マジで。5G。使える。5G が来てみたいな感じで。じゃあ、お願いします。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価。よろしくお願いしー、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。言わしてよ今日も。